は、ミートラブ講師のエマです。まあ、今回は、まあ、受験勉強を頑張ってる受験生の皆さんにとって、まあ、結構悩むポイントなんじゃないかなっていう。まあ、それこそ受験勉強って、まあ、1科目だけ頑張ればいいんじゃなくて、まあ、中学受験だったら国語算数理科社会とか、大学受験とかで何なら国立を受験する人なんかはもうセンターもあって5教科7科目とかすごい科目数を勉強しなきゃいけないわけで、その中でそれぞれ得意な科目と苦手な科目があると思うんですけど、じゃあどういうふうに時間を振っていけばいいか、苦手を克服する方向を頑張ればいいのか、それとも得意なものを伸ばしてそれで稼いでいくっていうのがいいのかっていうお話をちょっとしていきたいなっていうふうに思います。結論から言うと結構学校によります。というのも、例えば特に大学受験なんかは、例えば私立文系の人なんかは国語と社会で合計3科目だけど、国立を受ける人なんかの場合はもうセンターだけで5教科7科目もあって、例えば東大だったら理系でも国語もやらなきゃいけないから、二次試験でも国語、数学、英語にプラス理科2科目で5教科、まあ、文系も理科が社会になっただけで5科目あるわけだから、まあ、全然話が変わってくるわけです。なので、まあ、その受験校次第だったりとか、あとは学校によってはで結構点数配分とかも違いますよね。例えば英語をすごい重視している学校もあれば、特にボーダー、合計点がボーダーだったら、もう例えば中学受験なんかで合計点がボーダーだったら算数の点数が高い人を取りますっていう風に明示している学校もあります。なんかそういう学校だったら当然算数が得意な子が有利になってくるから算数に力を入れるべきだし、英語を重視している大学を受ける場合は英語に特に力を入れるべきだし、例えば私立文系なんか2科目3科目しかない場合だと、その中ですっごいできない科目を作ってしまうと1科目の穴を2科目でカバーするって結構難しいのに対して、例えば東大みたいに5科目とかあるよってなったら、1科目苦手な教科があっても他4科目でカバーすると思えば、まあ、結構できるかもしれないということになってくるので、やっぱりどうしても志望校のこう受験の点数配分とかでなんか方針次第っていうところにはなるので、まずは自分が行きたい学校っていうのがどういう点数配分なのかとか、それこそボーダーになった時にどの科目を優遇するとかっていうのがあるのかっていうのは、まあ、きちんと分析しておくのが大事だと思います。その上でじゃあ一般的な傾向として何が言えるかっていうことを考えた時に、どちらかといえば受験においては苦手克服の方が大事だと個人的には考えています。というのはやっぱりどうしても苦手な科目があるとそれが不安材料にもなってきてしまうし、やっぱりなんだろう、もちろん全部同じようにできる人ってなかなかいないのは事実なんですけど、一個あまりにもできない科目があるとやっぱり他で埋めるっていうのもなかなか難しい話にはなってきます。例えば特に数学が苦手だったりすると、それって結構物理とか科学の点数にも影響してくるし、国語がすごくあまりにも苦手な人って読解力が足りてないとなると、それって英語とかにも響いてくるしっていう部分もあるので、やっぱりあまりにも苦手な科目っていうのは作らない方がいい。だから基本的には特に秋ぐらいまでは苦手科目の克服っていうのはすごい頑張った方がいいかなっていうふうに思います。ただ注意点としては、やっぱり人間誰でも得意でできるものの方がやってて楽しい、モチベーション上がるし、苦手なものに向き合うってやっぱり人間結構しんどいことなので、苦手科目ばっかりやってると勉強自体のモチベーションが下がっちゃうっていうのも結構よくある話です。なので、まあ、苦手科目の克服は大事なんですけど、それだけを頑張るのも難しいので、まあ、苦手科目もを中心にやりつつ、時々こう疲れてきたら得意な科目で、あ、自分これはできるじゃんと思って自信をつけてあげるというように、こうなんかうまくモチベーションのバランスも取りながら勉強してもらえるといいかなっていうふうに思います。まあまあ、特に直前期になってくると、そういうメンタルの維持っていうのも大事になってくるので、まあ、得意慎重にシフトしてもいいかもですが、まあ、でも結構秋ぐらいまではそれぞれ苦手科目と向き合って、まあ、少しでもそこの特定の不安を解消していけるようにこれから頑張っていってもらえるといいかなっていうふうに思います。まあ、もちろんいろんな場合があるので、まあ、あくまでも参考程度にはしてほしいんですけど、まあ、ぜひこれからの皆さんの勉強に役立ててもらえるといいなっていうふうに思います。それでは今回は以上になります。ありがとうございました。